おはようございます。釣り子 TV です。これ、メガドックのオリジナルカラーなんですけども、キャスティングのですね、オリジナルカラーで、その名もですね、今回名前書いてあったら、シークレットボバーっていうね、カラーなんですけども、この色かっこよくないですか？なんというか、玉浮きの色ですよね。視認性めちゃくちゃ良さそうっていうことでね、本日の釣り子 TV、 このね手に入れたばっかりの、なんとも珍しいカラーのメガドック、これでね、魚を狙っていきたいと思います。タヌキだな、どう考えても瀬良くん、タヌキいるよ、タヌキ。なんでもない。なんでもないっす。浮きみてえな。もうちょい浅いとこ。ここは7メーターぐらいだった。はーい。ダメだ、無視される。よし。よいしょ。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、マジで、おしこ、休憩、2匹いた。これはキャスティングカラーなんで、あ、抜けるか、抜いちゃいます。あー、無理か。あー、浮きカラーやっと釣れた、ありがとうございます。ありがとうございます、最高。キャスティング最高。キャスティング最高。よし。よし、浮きから来ましたよ。なんかビーボーイみたいで浮きから来ました。いやー、こんなでっけえルアーで釣れるんで最高っすね。これはドライアスに天竜のベイブレイズの組み合わせでございます。イエーイ、やったー。というわけで秋の楽しいシーズンスタートしてますよっていうことでね、
大きなトップウォータープラグで、果敢にね、シーバスが襲いかかってくる、そんなシーズンに突入してるわけなんですね。で、今回使ったタックルなんですけども、まずね、ルアーがこんな感じで、メガバスのメガドックのですね、これね、最近手に入れた、キャスティングのオリカラーっていうことね、シークレットボバーってカラーなんですけども、この色良くないですかね。ちょっとね、面白い感じの色っていうことで、餌釣りなんかでよく使う玉浮きをイメージした、そんな感じのカラーでいいんじゃないかなと思うんですけども、ただ実用的な面っていうのも非常にあって、こんなふざけた感じというかね、ルアーだとこうリアルにリアルにっていう方向がある中で、こういうベタ塗りのね、で、ちょっとマット仕上げになっていて、で、頭赤、ボディ、黄色っていうね、こういう感じなんですけども、遠くにあっても非常に視認性がいいので、こう、ピューンって飛ばして、やっぱりね、ルアーの位置がどこにあるかっていうのが見えた方が、この釣り、すごいやりやすいんですよね。遠くにあって、で、それに魚が、なんだろう、後ろからこう、もんどりを打って追いかけてきて、で、かかるまでに何回かね、パホッパホってね、追い食いなんていうこともよくあるんで、そんな時にこういう非常に視認性のいいカラーっていうのが、がぜんね、使いやすい。ね、そんな状況ってのがよくあって、まあ、この色なんで、遠くにあってもね、あそこにあるなっていうのね、すごい目立ってわかりやすいんですよね。というわけで、このね、シークレットボバーカラーね、一つ手に入れることができたんですけども、いいなーっていうね。で、釣った後に、こんな色で釣れちゃったぜっていうね、そういう楽しみもありますよね。メガバスっていうとこう、リアルにリアルにっていうね、もうこの白カラーなんかもめちゃくちゃ綺麗な色が揃っているんですけども、そんな中で、あえてこういう全然もう、ね、この白と関係ない感じのね、色、ね、これをビターン、ビターン、ガバーってね、水柱が当たったら、これは最高だよなっていうね。なかなかいい色味ですよ。10月の末日ぐらいに店頭で販売が開始されて、まあ、それからちょっとキャスティングには行けていないので、今ちょっともう、残っているかどうかっていう感じなんですけども、もしね、見かけたら、ね、結構本当に釣れちゃうカラーでもあるので、おすすめでございますね。メガドック。で、タックルの方なんですが、最近はね、こんな感じで組んでますよっていうことで、ライブ配信なんかでもね、ご紹介したりしたんですけども、竿がですね、天竜のベイブレイズっていうね、比較的ちょっと前に出たね、竿なんですけども、もう非常に使いやすいので、未だね、ちょっとこの竿がないとボートシーバスとかね、行きたくないな、そんぐらいお気に入りの竿なんですが、BBZ の、682B の、XXK っていうモデルなんですが、ビッグベイトね、海でやりたいよなんていう時にぴったりだよっていう感じなんですが、こういう巨大なペンシルベイトとかを使うのにもですね、適度にこの竿が曲がってくれるんですね。海用のやつでバス用と比べると若干こうよく曲がってくれるっていう、そんな印象の竿なので、で、そこまでね、値段も高くなくてね、店頭で買えるので、ちょっと海でこういった巨大ペンシルベイトの釣りとか、あとはビッグベイトで狙うこの白パターンとかね、やってみようかなーなんていう人ね、ぜひおすすめでございます。で、バス釣りなんかでも使っても、例えばマグナムクランクであるとか、あとは、巨大な羽物であるとか、6.8 フィートっていう長さと、ね、曲がりと、まあ、いろいろ相まって非常に使いやすいので、まあ、シーバス用に買ってそのまんま、ブラックバスでもね、使えるようなんていうところが、いいんじゃないかなっていう、こう、見た目がね、こんな感じの竿なんですけども、持ってみるとね、非常に軽いので、これはね、釣り具屋さんとかで触ってみて、自分もね、友達が使っていて、それでもって、ちょっと触らしてよなんて触ったら、うわ、軽っと思って、こんな軽いの
なのにね、ブランクスが非常に良くてね、グイグイに曲がって、まあ、例えば巨大なシーバスとかこれでいくつもかけてますけども、あ、快適なんですよね。竿もよく曲がってくれて、でバレづらくて、結果ね、いい魚が船にあげることができるっていうことで、まあ、おかっぱりでね、これ1本で、ちょっと大きめなルアー投げて歩くときなんかも使いやすいですし、ベイブレイズ天竜の竿ね、これおすすめでございます。そして、リールのところなんですけど、これはね、最近使い始めてるんですけども、ジーニアスプロジェクトから新しく出たですね、ゴライアスっていうリールですね。従来ジーニアスプロジェクトの上位機種であるグラビアスはね、海ではあんまり使ってくれるなよっていうね、まあベアリングであるとか、あとこのハンドルの素材であるとか、そういったところがまあ淡水専用といっていう感じだったんですけども、このジーニアスプロジェクトのゴライアスだと、まあベアリングを防沈ベアリングにして、ハンドルも耐腐食性の強いハンドルに変えて、なおかつちょっとね、ここのハンドルの長さを長くしたことによって、まあ、海なんかでも使いやすいよ、パワフルなゲームしやすいよっていうリールなんですけども、これね、PE ラインね、ナマズ PE のね、バリバツの、5号を入れてるんですけども、糸巻き量もね、結構投げるのにちょうどいいぐらい入るし、なおかつトラブルが少ないので、ああいうチャーターボートとかで釣りに行った時に、例えば、キャストミスによってね、ラインが大幅に減ってしまったとか、そんなの困るじゃないですかね。あんまりいっぱいタックル持って行っていないので、だからすごいね、ボイルが起こってるなんていう時ね、焦って投げちゃう時、そんな時に高切れとかね、トラブルとか起こりやすいので、そんな時もこのね、独特なマグネットブレーキシステムで、不意なトラブルが起こらずに、ルアーをポイントに送り届けることができる、飛距離もね、申し分なくなんで、非常に使いやすいので、まああとはね、軽いね、170〜180g ぐらいのリールなので、このベイブレーズと組み合わせた時にね、非常にね、持ち重りが少ないので、こういう重いルアーを一日中ブンブン投げる釣りなんかで、このセッティングだと手がね、そこまで疲れずに投げ切ることができるっていうことで、おすすめでございます。ね、こんな感じのタックルでやってみてるんですけども、はい、あとね、ラインシステムのところね、これね、最近いろいろ、動画とかで紹介もしてるんですけど、こんな感じの仕掛けでやってるんですね。この PE ラインの5号を、このちょっとごつめのスナップにね、直結、ユニノットで、結んであります。でここにあるのがこのね、浮き止めゴムをつけて、この黒いやつね。でこれね、餌釣りコーナーとかで売っている絡み防止パイプね、これによってこう、まあ首を振らした時とかも絡んでしまってもすぐに解除できるよっていうところと、あとはまあ仕掛けを作る時間が短いね、まあ不意に傷が入っていたりした時にもすぐに結び替えられるし、あとはそうですね、丈夫、結び目が増えるごとにやっぱりちょっとずつ、いろいろなトラブルをはらんでくるなっていう印象はあるので、まあ、できるだけシンプルに、リールからこうルアーまでね、のラインを作りたいっていうので、ショックリーダーを最近は使わずに、こういう感じで、エラー洗いのところとか、そういったところを守りつつ、絡みを防止しつつ、ちょっと張りを持たせつつっていう感じで、こんな感じのね、仕掛けでやってみております。ただね、いろいろな人にショックリーダーのそのちょっとした伸びとかを利用して、まあ伸びとか魚の強引な引きとかを防ぐ、ね、ショックリーダーにはそういう役割もあるので、そこのところどうなのってよく聞かれて、そこはね、もうちょっと釣り込んでみないとよくわからないなっていう感じで、今のところ自分はこの組み合わせでなんとなく快適に釣りができているなっていうことなんで、とりあえず2020のね、今シーズンはこんな感じのね、仕掛けで、大きめのルアー投げてね、いろいろ試してみたいななんていうふうに、考えます。そんなわけでいろいろタックルの方つらつらと説明してきたんですけど、今回はそうですね、釣りたかったこのカラー
ね、このねシークレットボーバーっていうね面白いカラーね、これがやっと手に入ったんで、まあ、キャスティングのねあのオンラインのページとかでね姿はなんか見えてたんですよね。なんかこんな色作ってるなみたいな雰囲気はあったんで、今回いざ実際ね初めて、開封して使ってみたところ、早速ね、シーバスが連れてくれたんで、これは嬉しいな、楽しいな。あとはねもうひたすら投げ込んで、まあ、ここら辺にねかっこいいフックサークルが、ついて使い込んだ感じの玉浮きカラーに仕上がってきたらね、これは嬉しいなということで、まだまだね今年ねこのカラーも、投げ込んでみたいと思います。というわけで、本日の釣り子 TV は、こちらね、キャスティングオリジナルのね、メガバスのこのシークレットボバーカラー、これで、いいシーバスが釣れたよっていうところと、あれね林雄星なかなか今ボコボコに釣れてるんでおすすめですよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。